どうも、タカオンヌスです。復刻イベント、エクストリームマイリの全探索が解放されたので、難易度ヌラティックで周回場所をピックアップします。毎度のことながら、可変を中心に周回場所を選びましょう。まずは、いたずらだってパワーだよ。こちらは最近だと、人権キャラに軒並み使用して、枯渇しがちな梅、乱可変、そして有能なキャラが多くなった速攻式に必要な鳥の巻と組み合わせ自体は良いのですが、敵が全体攻撃耐性、要望上昇と厄介なバフを使うため低コストだとワンパンしにくいです。共通して日属性が弱点で結界が5枚のため、アウンならフルブレイクできるので8コスを持っている方は試してみると良いでしょう。基本的にはあまりおすすめしません。次は努力と異変は紙一重。こちらは妨害式の昇格によく使い、絵札強化にも需要がある乱竹可変。巻物は虎、鳥と組み合わせ的にはかなり良いです。敵の体力がかなり高いため低コストキャラを選んでしまいますが、日属性アウン、土属性ヤマメとフルブレイク可能なので、低コスト裏キャラとして育成している人は信頼度の低下を気にせず永遠周回できそうです。こちらはおすすめ周回場所の一つになります。次は説教コンビの授業。こちらは攻撃式、回復式と昇格素材が被る梅菊可変、妨害式に需要がある雲の巻で、内容はまあまあですが、敵は2体ともに全体攻撃耐性を使用し、共通する弱点は月属性です。飛風より姫は残念ながら2ブーストだとフルブレイクできないため低コスト周回は難しいかもしれません。次は荒人神のドリームチャンス。ドロップ内容は努力と異変は紙一重と一緒です。敵は1体で体力は高いですが、こちらは単体攻撃耐性持ちで、逆に全体攻撃への耐性が下がっているため弱点をつけば割といろいろな低コストキャラでいけるでしょう。参考までに信頼度が最低の雷子、星1、レベル100、霊力上昇スキル以外はスキル解放のみ、これでもたまに打ち漏らす程度です。こちらも周回おすすめ場所の一つとなります。次は爆発注意報発令中。こちらは乱竹可変、破壊式によく使う蛇の巻の組み合わせです。敵は2体、体力のハードルが下がっているため低コスト周回しやすいでしょう。2体とも妖怪特攻なので特攻狙いで原作霊夢などでもいけます。こちらも周回のしやすさを考慮するとおすすめ周回場所の一つとなります。次は子供は遊ぶのが仕事です。ドロップ内容は努力と異変は紙一重、荒人神のドリームチャンスと被ります。敵は3体、体力は低めですが真ん中が全体攻撃耐性、左右は単体攻撃耐性に加え防御バフも使ってくるため低コストが非常にやりにくいです。唯一低コストをできる可能性があるのは真ん中をフルブレイク可能で妖精特攻させるチビ有効くらいでしょうか。基本的にはこちらも周回をおすすめできません。以上、参考になれば幸いです。